ここはゲストハウスということで、やっぱり普通の宿とはちょっと違う形になるんですかね。そうですね、ちょっと違いまして、はい、男女別の相部屋という形で、個室はないんですよ。その代わり、安く1泊3000円で素泊まりで泊まっていただいて、皆さん外に食べに行ってもらっても、ご馳走様になりますし、自炊でお料理持ち込んでいただいて、他のゲストさんとワイワイお酒を飲みながら交流していただいていることもできます。持ち込みも OK ということで、はい、じゃあ僕が例えばこの近くで釣りをして、釣った魚をここですぐ料理して食べれるっていう、もちろん大歓迎です。はい、いいですね、それは。ぜひ。ハウスっていうのは、どんなところなんですか？そうですね、一言で言うと、素泊まり相部屋の宿っていう形にはなるんですけど、先ほど言ったように旅人さん同士の交流を楽しんでもらったり、ホテルで至れり尽くせりじゃなくて、もう自分で食べるところからお風呂入るところまで自分で旅を組み立てて旅をする人が、泊まりに来るような宿になっています。これ古民家ですけど、なんでここでこの南下町でゲストハウス、このほどほどをやろうと思ったきっかけっていうか、その経緯をよかったら聞かせてください。はい、そうですね、ゲストハウスをやろうと思ったのは2013年だったんですけど、それからいろんな偶然の巡り合わせでこの場所になりました。で、一つはですね、ゲストハウスやりたいなと思った時に、まず場所を決めなきゃいけなかったんですけど、3ヶ月ぐらいかけて北海道から九州まで全国旅しながらちょっと場所を探してたんですよ。オーナーさんが自分自身の足で北海道から九州まで旅をされたんですか？そうですね、はい。ただなかなかですね、田舎暮らししたかったんで田舎ばっかり探してたんですけど、そのすぐ突然若者がやってきて田舎で家貸してって言ってもなかなか貸してもらえる機会がなくて、で困ってたんですけど、南知多町は幸い空き家バンクという、南知多町さんが空き家の斡旋制度をやってまして、空き家バンク、そうですね、はい、それでたまたまこの物件を紹介してもらって気に入ったっていうのが一つですね。はい、あともう一つはうちのおかみ、結婚して3年になるんですけども、うちのおかみのご両親が名古屋から5、6年前にこちらに家を買って移住してきてたんですよ。で、新しい実家が近くにありまして、それで何度か南下に通ってるうちに、伊勢湾の景色であるとか、この辺の温かい人柄がに触れて、いい場所だなっていうふうに思ってたのと、その2つの理由でこの場所に決まりました。はい、ちなみに中とかの内装とかはそのまんまですか？その借りた当時。基本的にそのまんまですね。はい。じゃあもうこれも40年50年前からの建物。そうですね。建物は築42、3年ぐらいの建物ですね。はい。ただ建て方がちょっと面白くて、知多半島の古い建て方と同じ建て方。じゃあ早速中へ。はい。こちらが木の門になるんですけど、ここに扉があるんですね。まず門の門ですね。そうです、すごいですね。夜はこれ閉めちゃうんですけど、でこの木戸から出入りして、そうですね、朝晩はちょっと木戸から出入りしてもらう。いやもうこれだけでも普段普通に泊まるところでは体験できないことですね。そうですね、結構皆さん喜んで泊まります。はい、特に外人さんだったらもうこれだけでテンションは上がっちゃうんですね。だけで、はい、すごい日本感がちょっとだんだん中の方に。ではでは、お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。あ、すごい
広いですね、今が。広いです。入った瞬間に、おばあちゃん家に帰ってきたような匂いが。ですね。そうです。この畳の匂いとかっていうのは、もう、今の僕が住んでるマンションじゃ全然感じないんで、いいですね。うちのゲストさんにもよく、おばあちゃん家に遊びに来たみたいだって言って、喜んでもらってます。懐かしい感じがしますね。でこれが、あ、どうぞ。はい、ここが、皆さんがその持ち込んだりして、はい、まあ、くつろぐ場所というか。そうですね。はい、ここがまあ、お茶の間というか、共用ルームになってます。まあ、特に就寝時間は決まってませんので、皆さん思い思いにこちらでゴロゴロしたり、旅人さん同士語り合ったり、作ったお食事を皆さんで食べていただいたり、自由に使ってもらってます。すごい、キッチンも広いですよ。もう魚をさばくにはシンク大きいですね、これ十分なシンク。ブリも入ります、うん、こちらもフリーキッチンになってまして、調味料とか調理器具含めて、はい、そうですね、全て自由に使ってもらってます、はい、結構お魚好きの旅人さんがうちは来てくださいますので、はい、まあ、釣った魚をここで調理して食べてもらったりとか、あとは近くの市場とかでシャコとか渡り貝とか仕入れきてもらって、まあ、焼いたり蒸したりして、いいですね、食べるっていう光景も時々、はい、見られますね。これじゃあ旅人じゃなくて友達たちとちょっと小旅行みたいな感じも楽しめそうですね。そうですね、グループ旅行で来られる方とかは結構みんなでワイワイお料理作ったりして楽しいんじゃないかなと思います、うん、はい、安く済みますしね。そうですね、はい、いい。上が宿泊のその泊まるお部屋になりますか。はい、そうです。階段がちょっと急なんで気をつけてください。昔ながらの本当に。あ、こちら2段ベッドの、ね、2段ベッドです。2段ベッド、あ、なんかちょっと子どもの頃思い出しますね。これ野外学習ぶりですね、2段。一応2人グループの場合はこちら個室として使ってもらったりも、はいはい、してます。皆さんで泊まられるときはこっちの。そうですね、こういった形で。すごい、結構十分な広さがありますね。こちら和室の部屋が2つありまして、まあ、両方とも3人ずつ最大で泊まれる形になってますね、はいはい。まあ、ちょっと他人の方同士寝られるときはこういう形でついたてを入れて、顔だけ見えませんでしょう、はい、そうですね、はい、あ、本当に友達同士のときはもうこれも外して。そうですね、ついたてなしで、はい、使ってもらってます。畳のめっちゃいい匂いがする、うん、風も窓がやっぱり大きくていいですね。風がすごい通り抜けて気持ちいいです。これだから男3人女3人みたいな感じで泊まりに来ると、ここ別に開けてもいいよって、自由にしてくださいみたいな。そうですね、はい。欄間がね、結構綺麗ですね。これ、おしゃれですね、うん。あ、結構広いですね。うん、まっすぐ。185センチの奥が横になったの。まっすぐ全然大丈夫です。あ、いいですね。ちょっとくつろいちゃいますね。風が抜けるから本当に気持ちいいですね、これは。普段こうやって畳に座ることとかないですかね。畳ないですもんね。いいないですね。狭い、風が抜けないマンションなんで、一応たまにはこういうところに友達同士で来てのんびり、いいですね。はい、ぜひぜひ友達同士で来てください。なんか旅館とかっていうのはやっぱり泊まるときにそれなりに僕らも身構えていく部分があると思うんですけど、なんかこんなにもリラックスというか力を抜いてこれる、で泊まれる場所っていうのはちょっと僕は知らなかったんで、こういう施設があるっていうのはちょっとこれはおすすめですね。ちょっと釣りに来る時も利用して、そうですね、次の日の朝が早い時とかっていうのは便利ですよね、うん、名古屋からそのもっと遠くから見える方もいると思うんですけど、ここ泊まって朝出るってなったらもう大井とか諸崎のその船が出るところまで10分15分の話なので、そうですね、だいぶ体は楽ですよね、ここで寝るタイプと、うん、これで3000円はお得感がすごいですね。今教えてもらったんですけど、実は
今週末ですか。そうですね、ピザ窯のワークショップを、はい、みんなでピザ窯を作ります。窯を作ってそこでじゃあピザを焼いちゃうってことですか。そうですね。うわ、まあ、楽しそう。なんかオーナーがいろいろな体験みたいな感じで、はい、まあ、手作りの大事さとかね、そういうのを教えてくれるみたいなんで。なるほど。泊まりがかりでそういうのも楽しめるっていうのは楽しいですね。はい、ね、いやー、そうなんだ。やっぱりその世界を旅してきた経験をいろいろ生かして。そうですね、やっぱり今いろんな経験をしたい人がたくさんいますんで、普通に街で仕事をして休みの日を街で過ごしてるとやっぱりそういうことに触れ合う機会ってもうないですもんね。そうですね、寂しい話みたいになってますけどこういうところにね、休日に来てリフレッシュしてちょっと非日常を体験するっていうのは一つ一個魅力だと思いますね。すごい増えてるんですよ。1年間に60件増えてるゲストハウスが、全国のゲストハウスのチラシだそうです。小樽、富良野、これは北海道ですね、那須、東京、浅草、長崎、広島、あ、本当どこにでもあるんですね。いや、素敵な施設でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、これからどんな人に泊まりに来てほしいですか。そうですね、最近増えてきてるのは自転車の方ですね。ロードバイクに乗って名古屋から60キロ、70キロ走ってうちで泊まって帰っていくっていうような方も増えてる。そういう方すごい楽しいですね。あと知多半島はお遍路さんもやってるので、歩きお遍路で、はい、歩きながらうち泊まってお寺を巡ってもらっても楽しいかなと思います。もちろん釣りの人も大歓迎です。ありがとうございます。すぐ近く釣ったお魚のうちで調理してもらったらすごい美味しいと思います。そうですね、外人さんとかもここまでの日本家屋っていうのはやっぱりいいと思うんで、外人さんにもぜひ。そうですね、これからアピールしていきたいと思いますね。いや、もう皆さんにおすすめのほどほどよろしくお願いします。また、じゃあね。